こんにちは、赤社会来ました川村です。ということで本日はジン&トニックの、ミュージアムジャンパーを紹介するんですけど、今回は N さんが体調不良でいないんで一人でやっていきます。で、このミュージアムジャンパーなんですけど、まあ通常ねスタジャンって呼ばれるものをちょっとこういじって作品にしてもらった、アウターになるんですけど、まあ何が違うか、そのスタジャンと何が違うかっていうのを話すと、やっぱスタジャンっていうのは袖の切り替えレザーになってて結構ワイドで、で首元裾がリブになってると思うんですけど、そうじゃなくて、まあ僕たちって別にがっつりスポーツするわけでもないですし、なんかこうこの年齢でスタジャンを本気のやつを着ようとかもあまり思わないので、こう普段行くカフェとか、まあ、レストラン、あとはまあ美術館とか、そういったとこに着ていけるようなちょっと上品なスタジャンを作ろうと思って今回この作品ミュージアムジャンパーができたわけです。なので見てもらうと分かるんですけど、まあやっぱこう普通のスタジャンと比べてどっかちょっとこう綺麗めな感じになってるんですよ。でよく見るとこの辺のリブとかこの辺のレザーとかちょっとねモードっぽい、カジュアルを払拭するようなデザインが取り込まれていて非常に面白い作品になっております。ということで、画角を変えて説明していきます。まず使われている生地ですね、まあ、ウール100のメルトンになるんですけど、水通しをして縮充しているので縮充のメルトンになります。でやっぱこう水を通しただけでかなり目が詰まるので、外で着ていても全然こう風を通さない感じがして、なんかこう保温力が高いっていうよりはその風を通さない遮断してくれるっていうのがすごい強いのかなって僕は思いましたね、着ていて。でリブなんですけど、ここも普通のスタジャンのリブになってしまうと本当スポーツになってしまうので手編みにしてもらってます。で割と目を詰めてこう編んでもらってるので、ちょっとこうアルチザンの匂いというか土臭い匂いになってるんじゃないかなと僕は思っていて、そのスタジャンと差別化するっていう意味でなんかこう普段あるデザインを違ったように見せるっていうちょっと難しい部分なんですけど、それを手編みにするっていうので差別化して若干こう空気感をモードに寄せてるっていう部分ですね。ほんとちょっとしたことなんですけど僕は非常に気に入った部分で、このサンプルが僕用に作ってもらったものなんですけど、すごくこう着ている時の雰囲気もいいですし、とても普段スタジャンを着ない僕にとっては新鮮でとても面白い作品になってますね。で個人的に最大のポイントとしては裾のリブを排除して、ドローコードにしてるんですよね、袖口も裾も。そのレザーがめちゃくちゃモードでかっこいいんですけど、裾の方は3本レザーを通してドローコードになっているものを三つ編みにしてますね。袖口は何周か巻けるような構造になってて、今これは2周巻いてるのかな。でこうギャザーじゃないですけどタックが寄るので、膨らみができて、その辺がねちょっとこう膨らみを持たせることで、まあいわゆるブルゾンっぽいシルエットになるんですけど、袖口がリブじゃないのでこうレザー巻いてあるっていうね、それに僕らはちょっと惹かれる部分があるので、ぐるぐるレザー巻かれてるっていう部分に、なんでその辺がちょっとこう胸熱なポイントですね。胸熱ポイントです。裾のドローコードの部分なんですけど、このねメルトンに対してレザーってめちゃくちゃかっこいいと思うんですよね。ちょっとこの毛足があって、あとこいつは色も、ブラック、グレー、ブラウンっていうのがよく見るとチェックになってるんですけど、まあ、チェックって分かんないぐらいのチェックになってて、ちょっとその土っぽい色合いに対してのこのツヤっぽいレザーっていうのが結構僕は好きで、いやモードだなっていう、この辺がいいんですよね。なんかまあこう普通のスタジャンにはないようなデザインですよね。で極めつけは袖口ですね。袖口なんですけど、これどうなってるかっていうと、こうなってます。普段はねこうなってるのをまあ変えてもらっていいんですけど、1周とか2周あ3周してるわ。で絞ってもらうわけなんですよ、こうやって。そうすることで膨らみがここにもできますし、このタックとかもちょっと普通のスタジャンにはないようなデザインになってて、
こうギュッとね袖口がなるっていう仕組みになってて、なんかこの作りもすごい他にはないデザインですよね。スタジャンにはない絶対にないデザインで、ちょっとこうモードな雰囲気をプラスしてもらいました。この辺はで、まあ、さっきも言った通り、まあ、メルトンにこのレザーっていうね組み合わせが最高に胸熱なわけですよ、僕たちにとっては。なんかこうマットであったかい保温性の高い生地に対してツヤっとして保温性ゼロのレザーっていう、この組み合わせがね男としてはたまんなくて、ただそれを、全体に使ってなくて袖口にしか使ってないっていうのがポイントで、首周り見たらただのスタジャンなのに裾の方に行くにつれてこのモードな感じが徐々に強くなってくるっていう、そのコントラストも一枚で楽しめるっていう作品ですね。とても考えられてます。ということで着てみましょうか。ということで、私川村が私川村用に作られたサイズを着ております。まあそれはこのジン&トニックはベスポークブランドなので、もちろんその人に合わせたサイズにして作ってくれるので、これ僕用に作ってもらったんで、もちろん僕のサイズに合わせてて、誰がどのサイズっていうのはないんですけど、着てみるとこのぐらいのサイズですね。ぶっちゃけもっとタイトにも作れるし、でかくも作れるんで、僕がこれ着たところで何の参考になるんだって話なんですよ、ビスポークなんで。じゃあ締めてみようかな。締めてみるとこのぐらいですね。で袖口もこうギュッと絞ってもらって、膨らみをつけると可愛いですね。このぐらいのサイズで、一応デザイナーからはちょっと縦長のシルエットって言われてるので、なんかこう極端に上げちゃうとそれこそスタジャンっぽいようなシルエットになっちゃうんで、若干長めの方がいいかなっていう。でこれで思ったのが、僕前に勤めてた会社でアタッチメントとかやってたんですけど、その頃のスタジャンに若干似てるんですよね。なんかその頃の細身の感じがちょっと戻ってきてるのかなっていう気はしてて、僕の中でそのワイドなものがすごいトレンドだったんですけど、なんかワイドだけどちょっとずつこうその細身に、昔みたいな細身には戻んないとは思いますけど、ワイド含めた肩幅とかを落とした縦長みたいなシルエットにちょっとこれからなってくんじゃないかなと思っております。勝手に分かんないですけど。でちょっと分かりづらかった袖のところの説明に戻ると、こうなってて、まあ、こういう状態なんですよね、まあ、この状態でもわりかし可愛いんですけどね。なんでこの状態で着たければ、まあ、レザーぶった切ってもらってこの状態で着てくれてもいいんですけど、まあ巻き巻きするともうちょっと可愛いんで、こうやって巻いてもらって3周目かな、3周目の1回目でこうギュッて止めてもらうと僕はちょうどいいです。こんな感じで、でここにたまりができるっていう。なんかこれもちょっと手首にかかるぐらいの袖丈にして、ここで巻くとこの絞った時にここに膨らみができるのでちょうどいいって言ってましたね。そうですね、こんな感じで、まあ、ビスポークであと残り1着作れるので、ぜひ気になる方はこんな感じがいいとか連絡してくれれば、そこから相談して作れるのでぜひ連絡してみてください。ということで、私川村が私川村に作られたサイズを着てみました。はい、ということで今回はジン&トニックの、ミュージアムジャンパーを紹介したわけなんですけど、ここのブランドってそのビスポークでできるがゆえに、ビスポークがこう先行してイメージになってしまうんですけど、僕としてはその前に出したこのコーデュロイの、カバーオールかとか、1個出してないコートとかあったんですけど、その3点含め全てのアイテムそれぞれがとても個性的なんですよね。これもスタジャンだけど、やっぱちょっとこう変えてて、デザインを。カバーオールも、ジャケット、テーラーのシルエットにカバーオールのシルエットをミックスしてるとかだったので、一点一点が結構個性的なものが多くて、今の、まあ、ディスじゃないですけど、ブランドって、いい素材使ってますとか、ちょっとこう小綺麗なものが多くて、ブランドとしてなんかこう、
似通ったものが多いっていうか、そうじゃなくて、まあもちろん素材にもこだわってますし、使おうと思えばアラシャンカシミヤとかめちゃくちゃいい素材も、ヤクとかも使えるんですけど、そこ含めやっぱこういったデザインが面白いっていうのは服の醍醐味なんじゃないかなって思うので、見てて楽しいですし、なんかその辺をすごくこうアピールしてるわけじゃないですけど、僕は感じ取っていて、なんかこう正雄清水の服見てるような感じになりますね。うわ、このデザインなんだろうとか、新しさが詰まってるので、すごく面白いブランドだなと思いますね。で、特にこのミュージアムジャンパーは僕の中で傑作だと思ってて、このね、今なんていうのかな、コートとかブルゾンだとミリタリーとかが流行ってますけど、あえてスタジャンに行くっていう、そこのねブランドとしての意気込みを感じるというか、センスの良さを感じるので、僕はこのスタジャン、ミュージアムジャンパー、スタジャンって言っちゃったんですけど、あのミュージアムジャンパーをとても気に入っていて、傑作だと思っているので、ぜひ皆さんも着てもらって体感してみてください。で、これ僕がそうだな、コーディネートするんだったらって話ですよね。そうだな、ミュージアムジャンパーでそれこそカフェ行くっていうのが決まってんで、もうコーヒー飲むことは決まってるんですよ。結局コーヒーなんで僕たちって。ただその前に美術館とかどっか挟むってなった時に、やっぱ足元はスラックスにしたいわけですよね。デニムとかチノパンだと結構カジュアルになりすぎちゃうんで、こいつがもともとベースがスタジャンなんで、なんでそうじゃなくてスラックスとか綺麗めなパンツにしてもらって、中はニット着たりして合わせてもらって、で足元はやっぱ革靴っすね。革靴で合わせてもらって、で朝どこ行こっかっつって、まあ、まず朝食を食べますよね。カフェでそのブレイクファースト朝食セットを頼むわけですよ。で目玉焼きトーストに、そうだな、まあ、ブラック合わせてコーヒー飲むわけじゃないですか。でその後ちょっと散歩しよっかって言って駅の方行くんですよ。でいい天気だねなんつってたら、ちょっと美術館でも行くっつって、で美術館に行くわけですね、彼女と。でこうバーって一通り見て、あー気持ちいいねっつって、芝生のある公園でちょっとのんびりします。で寒くなってきてもこいつはやっぱその防風性に優れているので、外にいても大丈夫です。彼女は寒いかもしれないけれども僕は大丈夫です。でその後ちょっとお町に戻ってきて、そうだな、古本屋さんとか、あとレコード屋さんとか行って、まあちょっとディグります。ディグりつつ腹減ったねって言って、最後ビストロに行って、エゾジカを食います。エゾジカを食った最後の締めで、コーヒーです。エスプレッソを飲んで一日を、こう彩ってもらえたらなっていう、その彩りの一つにこのミュージアムジャンパーがいてもいいんじゃないかなって思ってます。そんな感じですね。ちょっと今日は N さんがいないこともあって駆け足で説明しましたが、ジン&トニックのミュージアムジャンパーの紹介でした。で次は、10C のダウンをねようやく紹介できるんですよ。12月24日に来るって言ったのに、先週2日前に来て、でまあ怒り心頭だったわけですけど、プンスかプンスって、まあ箱開けてみたら、うわめちゃかっこいいってなったんで、次はそれを紹介します。でそれはダウンだけど袖が取れてダウンジャケットにもなるモデルなので、まあ静岡でも着やすいですし、ニットとかに合わせて着てもらってもいいので、ぜひこのミュージアムジャンパーと合わせて、チェックしてみてください。ということで、今回はジン&トニックのミュージアムジャンパーの紹介でした。ぜひまた見てください。ありがとうございました。